今日勝てば優勝できるかもしれない。あれ弁当が並んでるでやんすね。すごい、これはデラックス幕の内弁当じゃないか。これは一つで2000円くらいするものでやんすね。球団からの差し入れかな。モグラズのファンからのプレゼントの方がありそうでやんす。とにかくこれを食って頑張るぞ。あー、これがあれなんだよ。下剤入りか忘れたけど、なんか毒入ってんだよ。ふう、うまかった。あれか、体が痺れる。うわぁ。痺れ薬？相手のチームのファンの嫌がらせかな。今日は大事な試合なのに。うわぁ。まあ俺はやる気がもともと絶好調だったからよかったけど。モグラズの攻撃。これ負けてんのかな？あ、でも全不調よりかマシだ。全員不調か。やばい、俺も腹の調子悪いよ、マジ、最近。うん。ドリルモグラーズ対ファルコンズ。ファルコンズ VS ドリルモグラーズ。対するドリルモグラーズの先発は、右のボンダ。この投手の先発が発表されています。あれ？イカリ来た。お前、いたのかよ。なんか主人公っぽいやつもいるし。やばいぞ。ドリルモグラーズ、俺は1点差で負けてんのか。まずいまずい。打て、あ、くそ。イカリが相手か、厄介だな。ボンダ、もうスタミナこいつねえな。外角高め際どい球、ボール。第2球。くそ、セーフになれ。うわ、惜しい。代打畠山、逆境あるぞ、あるぞ。よし、ナイス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 。すげえな観客が。そして俺、さあライバル対決といこうじゃねえか。第9打ちました。来いよ。やばい、追い込まれた。いけ、よし来た。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー。ライバル対決制していく。お前はまだまだ修行が足りなかったみたいだな。よし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 。6対5、ドリルモグラーズ、この回逆転に成功しています。うわー、怒り回ってくるじゃん。ピッチャーを変えてきました。まあピッチ変えるよね。8回の裏、ダウニング。やべえ、こいつ打ちそう。トップバッターはショート。うわー、え、マジで同速すぎんだけど、守備が。今のも取れると思うんだけど。くそ、やばいやばい、怒り来た。こいつ俺と打ち方一緒やん。俺の打ち方こいつがモデルだったのか。やばい、あぶねえ、危ない危ない。こいつはヘビーだ。頼むからボール球振ってくれ。ストレートでスライダーでいくか。よし、打ち取っていく。風が、よし、スライダーで。やばい、うわー、マジかよお前。コントロールミスはエラーと盗塁だよ。もう何やってんだお前。フォアボールの方がまだマシだったわ。ファルコンズ今日2本のヒットを放っている五島。第9、なんとかここはだが同点で抑えていく。いやマジでお前何やってんの。はちょっと待って、今なんでセーフになった。はえ、ちょっとやめてもらっていいですかね、そういう守備。そさせ、うわ、ゆっくり投げるのやめてもらっていいですかね。うん、危な。ここはピッチャーに軍配が上がりました。8回までが終了しまして6対6です。いよいよ最終回を迎え、だがまだ負けたわけじゃない。
ドリルモグラーズ、ここは何が何でも出塁したいところ。ヒット、よし。ライト前ヒット、クリーンヒットです。水木、いいバッティングを見せました。この回、9回の表か。古澤さんでちょっと一発かましてえな。第2球、やばい、あぶねえ。第3球を投げました。うわよく曲がるな。全くタイミングが合いません。ファルコンズ、ここはバントに警戒します。初球空振り、バント警戒か。そこを狙っていこう。第2球投げた、抜けろ、よっしゃ。でかい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 。ダイソー出していく。黒崎。おら。よし。ワンアウト満塁か。村松。よりによって9番かよ。代打出してくれよ。頼むって。オッケー。よし、2点は取れそう。2点は取れそう。よしよしよし、でかいでかいでかい。強振だったらフライ上がってたな今。まあそこ投げてくるよな、ホーム防ぐだよな。ちょ、もう1点取っておきたい。もう1点、もう1点取っておきたい。 OK、 よし、ナイス。これもう1点取れ、もう1点間に合うか。タックルしろ。あーくっそ。この時代はあれなんだけどな、体当たりとかありなんだけどな。まあいいでしょう、3点取れた。そこまでよ。やば、うわーマジで。ちょっとちょいちょいちょい。まあ、まだ2点差ある。どんだけコントロールミスすんだこいつら。これでホームラン打たれたらマジシャリーにならんわ。ショート、うわマジか。あ、やばい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 、追いつかれる。嘘でしょ、追いつかれたわ。どんだけ渋ってんだよこいつら。第3球は膝元ボール、次が4球目、低めの変化球ボール、投げた、アウトコース低め、見逃し三振。9回まで終了しまして9対9、延長突入です。第5球投げました、ヒット。ああ、ここはちょっとやめよう。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。お、え、アバターいるの、右のアバター。マジか、うわぁこいついるのかよ。まあでもイカリよりマシだな。第2球投げました、どうだ、フェア、惜しい、投げた、ストレートに、うわぁ入ってんのかよ。外野は浅めの守備を取ります。うわーマジか、危ねえ、当てていく。さあ5球目、アウトコース低め、外れてボール。初球はこれから6球目、うわーやめてくれそれ。ファール、第7球を投げた、よしナイス、これは1点取った。よしよしよし、でかい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 でかすぎる。次こそ勝ってやる。くっそー、うわー1点差で勝てるかなこれ。ストレート取れ、やべ、ランナー置いちゃった。このあと碇、あ、そうか、碇交代したんだった。てかそっかそっか、 A2 取りたい。頼む、アウトになってくれ。OK、よし、あと1人、あと1人。初球に送ってストライク、第2球投げた、外ボール、第3球を投げた、
よし勝ちました。あー疲れた。どんだけ乱打戦になるんだよこれ。うぅー10対9。キャッよし、なんとか勝ったぞ。あと残り5試合を全部勝って、相手がいくつか負ければかなり苦しいディアンスね。だが無理じゃない。フェニックスまさかの連敗。試合のなかったモグラーズ七夕優勝やった優勝したわ。なんだか優勝の実感が湧かないな。何言ってるでやんすか。オイラたちトップでやんすよ。トップ、オイラたちがリーグで一番偉いのでやんす。偉いかどうかともかくトータルで勝ったのは確かだよな。そうか、俺たちがトップなのか。だんだん実感が湧いてきたぞ。というわけで祝賀会にレッツゴーでやんす。おお、いましたよ。リーグ優勝しましたよ。いいね。これアルバム入ったな、多分。古澤さん泣いてるし。